はい、今回は痴漢とその符号について話していきたいんだけど、まあさ、西方行列があった時に、それのね、行列式っていうのがこんな風に定義できるでしょ？で、このね、定義の中に痴漢のね、概念が出てきてんだけど、今回はね、この定義式がわかるぐらいのレベルのね、話をしたくて、で、次回以降にね、この痴漢を使った応用問題を考えていきたいと。ちゅうことで、ね、このね、シグマのこの行列式の定義、もうすでに知ってるよという人は、今回のね、動画はスキップしてもらって、結構なんだけど、まあさ、今回はね、このね、シグマが SN っていうのに属するってやつと、SGN っていうやつと、このね、シグマ1とかシグマ2とか、この辺の内容を話していくと。で、痴漢って何ですかっていう話なんだけど、まあこれはね、並び替えということで、まあね、なんか数字を並び替えるとかさ、まあね、トランプのカードをシャッフルするとか、いうことの、まあね、一般化っていうかさ、まあ感じなんだけど、まあ数学的にはさ、このね、1から N という集合から1から N という集合へのシグマという写像で、それがね、しかも一対一対応、バイジェクティブというものを痴漢と言いますよと。で、それをね、全部集めてきたものを SN というふうに書きましょうと。いうことで、ね、さっきの行列式の定義に出てきた SN っていうのはね、痴漢の集合で、ね、シグマっていうのが痴漢だったと。まあ、いうのはね、ここでわかるよね。で、この痴漢っていうのはさ、実はね、まあ、我々日本人にとっては馴染み深い対象で、つうのもね、みんなさ、子供の頃、あみだくじってやったでしょ？こういう風にしてさ、こんな間にね、線引いて、ね、この左上のところからスタートすると、ね、右に行って、右からスタートすると、まあ、左に行くということで、まあね、番号123と引くと、黄色がここで、緑がここで、残りが2ということで、321という風な並び替えになってますよ、と。これも一種のね、痴漢なんだよね。つうことで、ね、日本人にとっては馴染み深いもので、あとさ、痴漢といえばさ、まあコンピュータサイエンスでさ、ソートっていう話があるじゃん、ね、クイック相当とか、マージ相当とか。あれはさ、まあね、ある集合の中にね、順序、オーダーというものが定義されてて、まあ普通はね、小さい順とか大きい順とか、まあいう話なんだけど、まあ何らかのね、オーダーが入ってて、そのね、オーダー順にその集合を並び替えるというのがソートなんだけど、それって実はさ、このね、SN という痴漢の集合の中から、ある痴漢を探してきて、その痴漢をね、その集合に作用させると。つまりその集合を、ね、並び替えると、そのね、オーダー順に並び替えられると。そんなね、シグマを探す操作だと。それがソートですよ、というふうにもさ、言えるじゃん？で、まあこの痴漢はさ、実はね、まあいろんなね、書き方があって、それがね、初心者にとっては分かりにくいというのがあるんだけど、まあさ、結局ね、シグマっつうのは写像だから、ね、行き先を指定すればこういう風に書けるでしょうと。で、これはさ、こんな2行で、上にね、123456という風に書いておいて、その下にそれぞれの行き先を書いとくという、こういうね、2行の書き方もできますよと。で、この一番上のさ、123456っつうのはさ、ね、あんまり必要ない情報だからさ、これを削って、543612とワンライナーで書くこともできるし、あとね、この一番下の書き方は、ね、サイクルディコンポジションと、サイクル、なんだろう、分割とか、いう風にね、言われるんだけど、これは何かっていうと、ね、この痴漢ってさ、1は5に行って、で、5は1に行くでしょ？で、またね、1は5に行って、5は1に行くという感じで、この1号がさ、ぐる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 回ってるじゃん？このことをサイクルと呼ぶんだよね。だから、このね、シグマっていうのは、1号というサイクルを含んでますよね、と。で、あとね、2が4に行って、4が6に行って、6が2に行くと。するとまたね、2が4に行って、ということで、2、4、6がぐるぐる回ってますよね、と。これもサイクルですよね、と。で、最後に3は3に行って、ということで、ね、ここでずっとね、ぐるぐる回ってると。つまりね、不動点と、動かないという点なんだけどさ、これもね、一つのサイクルとみなして、こんな風にね、このシグマっていうのは表すことができますよ、と。まあこれはね、サイクルへの分割と、まあ言うんだけどさ、まあこんな風にも書けますよね、と。まあ言うのはね、わかるんだよね。まあこの辺の話はさ、今回の話にはあんまり関係ないんだけど、
まあ次回以降のね、動画の中でこの話をしたいんで、ちょっとね、ここで紹介しておきましたと。まあね、こんな風に痴漢はね、いろいろ書き方があるんだけど、この一番上のね、2行の書き方が、まあね、一般的に使われるのかな。で、この痴漢はさ、実はね、性質いろいろあってさ、まあこの中でね、代表的なやつを話すんだけど、で、まずさ、口頭謝罪、ID とアイデンティティというのはさ、痴漢になってるでしょ。まあさ、さっきさ、痴漢っていうのは並び替えるという話をしたんだけど、この口頭謝罪はね、並び替えないでそのままと、まあいうことなんだけどさ、まあこれもね、SN に属してると。で、あとね、シグマとタウという、まあ二つの痴漢を持ってきたときに、まあこいつらはさ、写像だからさ、合成できるじゃん？で、それも再びね、痴漢になってますよ、というのが、このシグマとタウっていうのが、ね、バイジェクティブということからわかると。あとね、シグマという痴漢に対して、ね、逆写像が存在するから、それもね、痴漢になってますよ、と、まあ、いうのがわかって、これはさ、このさっきのこのシグマのね、表記、このね、1行目と2行目をね、入れ替えたものが実はね、逆写像に対応すると、まあ、いうのがわかるんだよね。まあちゃんと書くと、シグマインバースっていうのが、543612と。で、123456という風になってて、まあこんな風に書くと、5は1になって、4は2になって、3は3と、6は4。1は5、2は6という風になって、このシグマとシグマインバースを、ね、合成すると、口頭謝像になりますよと、まあ、いうのはね、簡単にわかりますと。で、最後に、このね、SN という痴漢全体の集合の、ね、要素数、つうのが N の階乗化ありますよと、まあ、いうのはね、簡単にわかるんだけどさ、つうのもね、この痴漢つうのはさ、この下の 1234…N、つうやつを並び替えたものが、ね、再び痴漢になるわけでしょ？それって結局、ね、N 個を並べる順列に他ならないと。まあこれをね、記号で書くと、まあ、NPN と、まあ、書いたのかな、昔はね。うん。つうことで N の階乗になってると、まあ、いうのが分かって、で、これでね、冒頭の行列式の、ここが分かって、この辺のシグマ1とかシグマ2とか、シグマ N というね、やつもシグマはね、結局ね、写像だから、こいつらは再び1から N の何らかのインデックスになると、まあ、いうのはわかると。いうことで、残ったのはね、このね、サインと符号と、まあ、いう話なんだけどさ。で、この符号に関してはね、まあいろんな定義の仕方があるんだけど、今回ね、うちらが取るのは、バンデルモンの多項式というものを使って定義しましょうと。で、この多項式で何かっていうと、このね、P の X1 から XN という風に、引数がね、N かあるという多項式を、こんな風に定義しましょうと。なんかね、一見すごいんだけどさ。でもやってることはね、X1-X2 と、X1-X3 と、XI-XJ で、ただし、I の方が J よりも小さいと。そういうやつを全部掛け合わせたものということで、これね、括弧の数がいくつ出てくるんだろう。まあ、N choose 2かな、うん、ぐらいね、出てくると。で、こういう風にね、PX っていうのを定義しとくと、ね、サインのシグマっていうやつは、PX1 から XN 分の、P のこのね、X1 から XN をね、シグマで並び替えたものと。つまり、このね、N 個のインプットの入力を、ね、シグマでね、こういう風に、並び替えて、それを入れて、このね、計算をしましょうと。で、こうすると、このさ、XI-XJ というね、タームは全部ね、キャンセルアウトされるんだけど、その時にね、プラス1かマイナス1かが出てくる、ということで、結局ね、この値っていうのは、プラス1になるか、マイナス1になるか、という2択になると。まあ、いうのはね、簡単な考察でわかる、と。で、こういう風に定義しとくと、まあね、いろんな性質がね、見えてきて、例えばね、口頭謝罪の符号はプラス1ですよ、というのが、この式からわかると。つうのもね、口頭謝罪。まあ、シグマをさ、口頭謝罪にすると、ね、分子も分母も、同じね、このバンデルモンドの多項式になると。いうことで、プラス1になると。で、このね、I と J を J と I にすると。他のところは一緒にね、変わらないという痴漢を考えましょうと。で、これっつうのは I 番目と J 番目を交換してるということで、まあ特別な名前がね、互換と
というふうについてるんだけどね。トランスポジションと、まあ、英語では言われるんだけど、でこれについての符号を考えてみると、これがね実はねマイナス1になるんだよね。でこれはさちょっとね考えてほしいんだけどさ、まあ、詳しくね話さないんだけど、まあ、この中で実はね I と J が出てくるところだけまあね影響があるというのが分かって、でそれをねずっと考えていくと結局ね残るのがさ、分母が XJ-XI かで、分子が XI-XJ とかいうのがね出てきて、これってマイナス1でしょうというふうに分かると。だからね、この五感の符号はマイナス1と、まあ、いうのはね分かるんだけどさ、であとねもう一つ重要なのが、このね合成したやつの符号っていうやつは定義によるとこういうふうに書けますよと。でここでこのねファンデルモンドの多項式のタウのをね使ったやつをね間にかますことで、ね、シグマの符号とタウの符号それぞれの積になると、まあ、いうのは分かるんだよね。まあ、この辺のね関係もねちょっとね自分で考えてほしいんだけどさ、でこのさ五感の符号がマイナス1ですよと、あとね合成したやつはバラバラにできると、まあこれはさ数学でさ順動形と呼ばれるね性質なんだけど、この2つの性質っつうのを考えると、あのさ任意の置換をね考えましょうと、なんか置換何でもいいから持ってきてくださいと、でそうするとそれっつうのは五感の合成で表すことができますよねと。だってさ五感っつうのはね I 番目と J 番目をね交換すると、だから J 番目と K 番目を交換するとかさね、それぞれなんかやっていくとさ任意の置換をね作ることができるじゃん。でその時にね、それの五感の数の偶奇性っつうのはなんとねこのね元々の置換の符号で決まるというのがこのね2つの事実からわかるんだよね。つうのもねこのねシグマとタウというやつをねここで出てきた五感の合成と思ってもらえれば、結局ねこの一番下のさこれがさマイナス1の、ね、なんとか乗とかいうのが出てくるとまあいう話だからね。うん。で、これがね、オリジナルの置換の符号と一致するという話だから、まあね、五感の数の偶奇性っていうのが置換の符号になってると。まあさ、このさ、符号のね、定義っていうのは、今回ね、バンデルモンドの多項式を使ったんだけど、まあ普通はね、この五感のね、数の偶奇性で定義するというのはね、一般的なんだけどさ。まあ、今回ね、それやっちゃうとウェルディファインドかとかさそういう話がね出てくるんでめんどくさいから、しかもねこの合成の話をね簡単に話したかったんで、今回ねこのバンデルモンドの多項式というのをね使って定義してるというね側面もありますと。まあこの辺のさ定義はさ結局ねまあいろいろ考えていくと全部ね同じ意味ですというのがねわかるんだけどさ、まあその辺の話はねなんだろう多分線形代数のね本に載ってんのかなと思うんだけどね、まあ、詳しくはちょっとね、見てもらえればいいかなと思うんだけどさ。で、ここまでね、やれば、最初に出てきた行列式の定義は、もうすべてね、わかると。いうことで、じゃあね、実際、行列式の定義を使って、実際ね、n イコール2という場合に計算してみましょうと。この右上にね、冒頭に述べた行列式。まあちっちゃいけどさ書いてあるんだけど、まずね n イコール2の場合を考えましょうと。でそうするとここさ n を2にして書き下すとこうなりますよと。で今ねこの s2 と、ね、2次の置換全体っつうのは実はね2つの元しかありませんよと。ね1,2が1,2に行くと、まあこれね行列じゃなくてね置換と、1が1に行って2が2に行くと、まあつまりねこのシグマ1っつうのはまあぶっちゃけね高等写像とまあいう話なんだけどさ、になってて、あともう一つの置換が1が2に行って2が1に行くというね、さっき述べた1番目と2番目をひっくり返している五感というね、この2つの原子がありませんよと、まあ、いうのは分かるんだよね。だからこれをね書き下すと、まあシグマをね外して書くとこういう風になって、今さシグマ1の、ね、サインっつうのは高等写像なんだからプラスになりますよねと。あと、シグマ1で1を送ると。すると、1は1になって、シグマ1で2を送ると。2は2に行くということで、こうなると。
で、後半のこの項も、サインのセグマにっていうのは、ね、セグマには互換ですよという話だから、符号はマイナスになると。で、セグマ2の1っていうのが、ね、1は2に行くということで、2になって、セグマ2の2っていうのは、2は1に行くということで、1になって、結局こうなると。まあ、これはね、普通は ABCD とかいう風に書くと、結局、AD-BC というね、おなじみのね、式が出てくるとまあいう話なんだけどさ。まあこれもね、行列式の定義を使って、こういう風に計算することができると。で、同様に3次の場合も同じような議論でこれが出てくると。まあいうのはね、まあ各自チェックしてほしいんだけどさ。で、これはさ、実はね、サラスのルールっていうのが知られてて、まあみんな知ってるかな。このね、左上から右下にこうやって取って、これがこれに対応してると。で、DH は、この C に、ね、対応してると。これか。で、G は、この F と B のこの掛け算に対応してると。まあ、これか。これがプラスの成分と。で、あとね、右上から左下に、こうやると、CG だから、これになって、こう BD で I というのがどれだこれになって、あとね、A とこの H と F というのをね、組み合わせるとこれになると。これがマイナスになるという符号で、これのね、こういう風に書けると。これがね、サラスのルールと呼ばれるんだけどさ。で、サラスのルールのね、話をちょっとしたんで、じゃあね、なんでね、4次以降でサラスのルールが成立しないかという話を最後にね、ちょっと触れて終わりにしたいなと思うんだけどさ。まあこれはね、成立しないというのはね、みんな分かってると思うけど、まあさ、このね、左側の行列式の計算に、なんかね、サラスのルールがあったと。まあしよっか。で、そうするとさ、このサラスのルール考えると、まずね、左上から右下にこんな風に取って、こういう風に取って、で、一個だけ取るのか、こうか。で、22で取って、22と。最後に3を取って、1個を取ると。これがプラス成分じゃん？で、今ね、プラス成分は4つと。で、まあ、右上から左下と考えると、こんな風に取って、3個取って、1個取ると。で、2個取って、2個取ると。最後に3個取って1個取るということで、これがね、マイナスの符号ということで、それも4つ出てくると。つまりね、サラスのルールがあったとすると、ね、4次の場合はさ、8個の項が出てくると。まあ、いうのがわかるじゃん？でもさ、みんなさ、この右側の、ね、ここ見てよ、S4 と。S4 の弦の個数ってさ、いくつだったかな？4の階乗だったじゃん？つまり 4×3×2 ということで、24か。ということでさ、なんとね、この右辺つうのは24個の項が出てくるというのが分かって、ね、サラスのルールあったとしてもさ、8個しかさ、作れないからさ、ね、24個作れないじゃんということでね、こっからもうサラスのルールが4次以降で存在しないと、まあいうのはね、分かるんだよね。まあ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 、これ結局さ、N の階乗この項が出てくるという話だから、まあ N がね、でかくなると、この行列式のね、計算だと手に負えないということで、別の方法がね、必要になるんだけどさ。まあこれはさ、行列の、なんか三角行列への分解とかいうのをやってね、計算するのが、まあ一般的なのかな。まあその辺ね、俺ね、よく知らないんで、まあ、詳しく知りたい人は線形代数の教科書を見てほしいんだけどさ。まあ、いずれにしてもね、こんな感じでサラスのルールが4次以降は成立しないと。つうかさ、2次と3次の場合だけ、まあ、偶然ね、うまくね、成立してると、まあ、いう話なんだけどね。以上で、今回は置換の話と、それのね、サインと符号の話をしたんで、次回以降、バブル相当の交換の回数の話と、あとね、5次方程式に解のね、公式が存在しないという話も、まあね、この話をしたんでできるかなと思うんで、その辺をね、次回以降話していきたいんで、
まあ楽しみに待っててくださいということで、今回はこの辺で。バイバーイ。